ージ名始めさせていただく前にですね、今月誕生日のお客様がいらっしゃるということで、お聞きしております。はい、皆様。日曜日の午後に、こういうジャズのライブをやってくれんかという、やらせてくれという、まあ、
話がございまして、で元々あのジャズっていうのは日本では日本あの神戸の海岸通り、ここでジャズの音楽が全国に広まったという、だから発祥地は実は神戸なんですね。だからまあそういう意味であのそういうあれがどういうんですか、95年の大震災でもう神戸むちゃくちゃになってまして、で今日もちょっとずっと生田神社からこうはぶらぶら歩いてきたんですけど、一っ子一人もうほんまいないとは言うたら怒られますけども、ほんまその昔に比べたら誰もおれへんとぐらいな、もうやっぱり寂しいよと。だからまあそういうやっぱ神戸っていうのは僕らにとっては本当にあの心のどういうんですか、金銭をですね引いてくれる町でございまして、で僕はあの生まれも育ちも柴又ではなくて神戸なんですね。しんどいね。だいたいね、笠利で80でね、1ヶ月経ちましたけど、80のじいさんがギャグやったら絶対おもろくないよう分かりましたんで、あれなんでございますが、それで、ここだけはまあまあまともな、あの永田高校っていうことだと思いますけども、あの進学校でございまして、よう僕は通ったなと、まあ、決してあの賄賂をですね、渡したわけではございませんでですね、まあ真面目に、まあその時はまあ真面目だったで、ここ入ってから恋をしたんですね。それからもうどんどん成績落ちましてですね、300人が定員ですね、そのうちの301番から304番までを3年間通しました。その代わりにあの彼女はですね、あのしばらく付き合いやったんですけども、悲しいから95年の大震災で亡くなりました。気仙の国にあの見送らざるを得なくなったと、まあ、そういうようなことで、まあ、いろんな意味で神戸というのは僕にとっては、まあ、心に、ね、刻む町でございまして、今日まあ皆さん方がこんなにいっぱい、来ていただいたということは、おそらく皆さん方が神戸の三宮のハブでジャズやっとるでと、それも月末の日曜日にやっとるでということをぜひお声掛けいただいてですね、その輪を広げていただきたいなというふうに思うわけでございます。リサの彼氏のタップももう5月にバースデーなんて、まあ、なかなかいいっすなということで、どうぞこの後第2部も楽しんでください。どうもありがとうございました。皆さんと一緒に2部を乾杯しましょう。乾杯。
Thank you.
さらいということで、この会場のご案内を改めてさせていただきたいと思います。喫煙室はあちらです。お煙草を押されてお忘れになられる方、喫煙室でお願いします。であと、チップ箱ございます。お気に入りしていただければ、いただいたのであれば、テクニックのご付けをいただけるとお会いの中になりますので、よろしくお願いします。あと飲み物、まだまだ、注文できますので、演奏の途中でもご遠慮なくご注文ください、はい、それでは、粛々と演奏を続けさせていただきます。ワンツースリーフォー。
Thank you.
Thank you.